京明八滝は、滋賀県高架市滋楽町神山に流れる八つの滝の総称。もともとは京明の滝が知られていて、その浄化流の七つの滝は、公募により2010年に名前が決められた。1キロメートルの間に八つの滝がある。滝ごとに滝の名前が書かれた、滋楽焼のたぬきが置いてある。初音の滝直爆1メートル水尾の滝斜爆2メートル。 駐車場から最も近くにある滝、あずまやのある、浸水公園がある。白神の滝車爆4メートル敬明の滝直爆10メートル東方にそびえる笹ヶ岳の山頂に、かつて古い寺があり、その赤池から黄金の鶏が現れ、新年の幸を告げるという伝説にちなんでいる。滝の周辺には、ベンチ、神山発電所跡の疎水、不動明王の石像、 小さな祠がある。白蛇の滝車漠10メートル白布の滝車漠1メートル白蛇の滝からは少し距離がある。上山発電所跡の貯水池よりも上流にある。岩しだれの滝分岐漠3メートル神槍の滝分岐漠3メートルかつて京明八滝周辺にあった水力発電所。現在も貯水池や疎水が残されている。1914年しがらき水力。 電気株式会社により神山発電所が建設。1953年水害により発電所設備が流出。国道307号、立石橋から国道422号に入り、神山交差点を曲がり県道334号を南下し、1.2km 付近で看板があり、さらに林道を進むと駐車場、浸水公園がある。ありがとうございます。